大原へのりと、大原への言葉、意味、現代語。紀元前250年頃、大地震と疫病の災いが、岐阜県飛騨高山の高間ヶ原、国会、を襲いました。岩手県を大山と飛騨上国の互より、王子伊ざなの巫子と一行が救済のために高間ヶ原に派遣されました。 この時、イザなぎのみこと,とイザナミのみこが結婚なさいました。そして、国会を召集して、あらゆる代表者を集めて会議を設けました。反対する意見を退りけて、審議の結果、奈良県桜井市三輪山富国、豊足原水穂の国2000とすることになりました。 イザナギのみことイザナミのみこは、8万4000人とも言われる一族を伴ってひ田高山より、気王を下って三輪山を目指します。この会議の時に代表者の人々を前に長老は神代の話をしました。祖先はプレアデス聖人であり、オリオン聖人の霊属的な政治を批判した政治介入から、 オリオン星人の激輪に触れ電磁波による超音波攻撃を受けて、瀕死の状態となって耳の病を逃れて、宇宙船に乗って、かつて宇宙より大きな隕石を振り切り雲を分けて地球に降りてきました。 やがてメソポタミアと岩手県北上市水越山、大山と飛田上の国を中心に日本の祖先は方々へ渡っていきました。早知根の太柱を建て水恋山に神殿を建ててこれを国会とし、高い地位を建てて宇宙の避難地、太陽系の避難地としました。大山と飛田上の国を首都とする日本に出てきた。 宇宙出身の子孫たちが行った諸々の罪は、宇宙からの罪、地球上の罪、ここの罪として発生しました。そのように出てきた罪や災いを、宇宙出身の人々の科学力を持って、沈めます。余つ金木は電子を放出する金の塔であり、 それは気象の災いや人身の乱れを原因から結果まで直します。上の倉に置いてある宇宙からの装置、天津金なの周波数をやはり 7.83Hz にして、ひふみのりとを想像しましょう。上下、引用、和して、良い物事を分け合い与え合い、強い愛と謙虚な気持ちで、 新たかに修復します。そのように唱えれば、宇宙からの技術者は、障害となっている周波数を整えます。地球上の指導者は、田舎の役所や都会の役所に指令して、田舎の家々や都会の家々の隅々まで聞こえるように教えて回ります。そのように、聞かせて回れば、 罪というような罪は消えてなくなります。罪や汚れの風や天に行く絵にも重なる雲を吹き放つように、朝の霧や夕べの霧を、朝風夕風が吹き払うことのように、大きな騎士にある大船を解き放ちて大海原に押し放つことのように、彼方向こうの刺激がすっかり火の釜で一掃されるように爽快に、 残る罪はないと、払い、清めます。田舎にも、都会にも、すべて爽快にするには、水が勢いよく落ちるはじめの川の背にいらっしゃる岩手県早地根さんの瀬織津姫にみんなの思いを聞いてもらい、瀬織津姫はこれを覆うなに持って行ってくれます。それから、 秋津姫が細かくその陳情の数々を読解し、その次に伊勢白山堂の伊吹どの主がさすら姫にこのことごとを届けます。スサノオの御事の恋人、若くして高等位の争いのために亡くなったカエやハヤさすら姫はこのように人々が貧富隔たりなく結び合うならば喜び。 国に魂を戻してくれて世の罪という罪がないようにしてくれます。このことを外国人、国民、先祖代々の自社仏閣あらゆるところに宣言しなさい。富を分け与えよ。苦しむ人は楽になり、富む人は少し衰える。しかし社会は安定し、罪が行われない。 天つかみ、移住の人々、国つかみ、厳住民、八百よろずの神、生きとし生けるすべての人々、と共に聞かせて回れば必ず良いとあなたに真心を持って進言します。以上が、大原への言葉の意味です。ご清聴ありがとうございました。